シャインマスカット窃盗、ベトナム人を逮捕。昨日、栃木県警が果樹園からシャインマスカット150房を盗んだとして、ベトナム人のグエン・ドック・チン容疑者を再逮捕したと発表しました。この容疑者は、8月22日の午前7時から24日の午前7時の間に複数人と共謀し、 果樹園からシャインマスカットを盗んだとされており、グエンド・クチン容疑者は、盗んだのは間違いないが、そんなには盗んでいない。自分たちで食べるために分けたと供述している模様です。栃木県警は9月 15, 15日の夜に、果樹園の付近を低速で走行する乗用車を発見し、 警察官が停止を求めたところ、数人が車から逃げたため、周辺を捜索し、陳容疑者を発見し、予見不携帯の容疑で現行犯逮捕いたしました。その後の捜査で、携帯電話の中に武道の写真があったことから、窃盗事件への関与が確認されておりますが、現在こういった シャインマスカットなどを守るために、首病法の改正案の審議が始まっておりますけども、日本政府には、自治体には、こういった国内における窃盗事件についても、速やかに厳罰化していただき、これ以上、このような窃盗事件が続き、農家の皆様の被害が拡大することがないように、対策を 講じていただくようお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。